然正しい証拠を選んで。やっぱり。あの日、私が岡さんにしたこと、ちゃんと。私を刺したことに他の理由なんか。じゃあ私を刺したのは。だってしょうがないじゃん。ストーカーが自分の家に突然現れてハンマーで脅して乱暴しようとして、しかもあいつは私を殺す気だった。あいつきっと私に乱暴してから殺すつもりだった。そんな状況冷静でいられる？刺せるなら刺すでしょ。私だって何も最初必死に抵抗してなんとか息を起きてきたらまた殺そうとしてくるかもしれない。怖くてトップアイドルになるっていう夢のことも考えて気づいたらそうなってたんだ。それはわからないではないですが。だから岡さんのこと正義のヒーロー気取ってるかもしれないけど、事件の時の私からしたらあんただって私に乱暴しようとしてきたストーカーだよ。自分のこと客観的に見れてないじゃん。こっちだってすごく気が動転してたから、あいつと岡さんが私をめぐって殺し合って同士討ちに終わったことにすればいいって。刺した直後に岡さん、そしたら岡さんはそれを包丁を抜こうとしている瞬間、人を殺したアイドルがトップアイドルなんて絶対無理じゃん。花香はアイドルで、てあなたの他人の命に変えても。だから偽装工作をして私、理由は他にない。以上。混乱して。いいからかかってこ。はなかさんは私に責任をなすりつけたら、まま、わからない。待ちなさい。Pilot by the signs no more. Commencing transfer to next battle sequence.
Genshin Virtual Enemy。夢のために犠牲にしよう。みんなのことが大好きなんて嘘だったんですね。私の思いもか。盗んで訓練して、その上でこんなもんおかしくないとやってられないんだよ。2つ目の部屋で見た映像のこと。花香さんが乱暴な言葉で、あれはテレビ用に演技をしたって。テレビなんか嘘だよ。え、本心よ。嘘偽りない。でもあの映像にはどんなに辛くても、それでも花香は公式ファンクラブ、それが私の覚悟なの。言ってることは無茶苦茶なのに。
Vital Signs No More. Commencing transfer to next battle sequence.それは、お母さんが自分の命を、花香もお母さんと同じように、命をトップアイドルになるためなら、だからまた、そんな身勝手な、自分を殺そうと、アイドルの追っかけだって、おかしくないとやれないだろうが、誰にも理解されなくたっていい、誰にも共感され、だから頑張れるんじゃない、花香は、一輪花香が好きな、お母さんたちも、一輪花香、お母さん言ってたじゃない。命に変えても、私を応援してくれるって。ねっ花香さんは、我々は、花香さんが愛する一輪花香を、お母さん、花香の、一輪花香、本気で来て、殺すつもりで来て、花香さんの覚悟、ファンクラブ会員ナンバー1、どうなってもそれでいい。花香は誰にも負けねっ、それでこそ我々、見せてくれますか。 We love HANA。 Disengaging virtual battle sequence. Initiating safe mode override.
またワープ？ここはオカ様の脳のコアにつな、ここを突き進めばオカ様は花く、私にできることは私の気持ちを心めいず。そう、私は冤罪じゃない。確かに言った。兵士を刺した。私も必死だった。怒ってたのは私の熱愛写真を見たから。でも私はそんなことしてない。エースが怒ってたのは私の熱愛写真を見たから。でも私はそんなことしてない。私はエースを刺した後、岡さんのことも刺した。刺してとっさにストーカー同士のいさかいで殺し合ったことを偽装しようとした。
嘘偽りなく一輪花火公式ファンクラブ会員ナンバー1の岡圭一に。私は、うん、ゆるキルジャッジメント。岡さん、思い出しました。私は北花香さんのステージになったけど、その時はまだ花香さんは誰も注目していない。でも花香さんは全力で満面の笑みで何の躊躇もなくて、花香さんには10万人の観客が見えていた。気づけば私は花香さんがいるステージの真ん前で何を勘違いしていたのでしょうか。全力で恥ずかしげもなく何を。岡さん、ごめんね。いいんですよ。いや、全然良くないんですけど、状況、花香さんのためなら私はそおかげで花香さんの各近頃の自分もどこ、プロデューサー気取りと花香さんに言われて頑張っているのは私じゃなくて、花、いつの間にか花香さんを自分のもののように見ていました。本当はただあなたを見ていたくて。花香さん、あなたは必ずトップアイドルになれる人です。結局冤罪ではなかったですが、このゆるキルランドで勝ち残る、綺麗さっぱり真っ白な体になれ。花香さん、岡さんもういいんですよ。私にも本岡と呼び捨てにして、岡、あなたトップアイドルになってください。今度こそ生まれ変わった岡圭一は、その時がきっと。岡いけませんぞ。アイドルオタク潜入、近づけど応援、キャ、離れてください。ご法度です。興奮を抑えようと。岡様、岡様。おお、私は岡は私の一番、よし花か、その位置です。私も前のめりに、この岡圭一、ライブの全ての振りを先導したものです。決まって、ウィーラブ、ハンナ、愛してる。花かも。はあ、いや、なんだか変な終わり方です。ひとまずこれにてストーカー殺人チームのゆるき、つまりこの扉にナンバーを入力すればロックが解除されるということですわね。そうだ、そのと、私の考えていることを読み取ることに。いいえ、私などお兄様に比べ。だが小林少女、君もいつかは独り立ちをしなく、私がいなくても推理できるように。はいですわ、鬼。うん、誰だ。誰か入ってきました。小林少女、私は大丈夫ですわ。くお兄様、逃げてく。いや、いや、おの構えは、もし…せいやー、ディテクティブ聖剣。
呪われた拳だ。また犯人を報復。キセラ！お兄様！ああ、ヨルナ！これでも食らえ！よく見るとこの殺人鬼、ゲートキーパーとカイロがショートしたようですね。私、それはステージに素晴らしいですわ、お兄様。なぜお兄様、そんなものを知るか。勢いで近くに置いてあったものを投げたに決まっているだろう。では、なんとなくという確信だ。え、さすがお兄様ですわ。常人の2歩も3歩も殺人鬼はどうやらか、このまま一気にクリアするぞ。ついてこい、小林。はいですわ。大丈夫ですか？だいぶ回復してきたよ。解毒できたとはいえ、ついさっきのこと、無理はしないでください。リナさんが俺を気遣ってくれてる。さっきのアトラクションの最中じゃ考えられなかったな。リナさんも少しは。俺でも肝心なことはまだ。何とかして真犯人を突き止めないと。どうしました？いや、よし。そろそろビンコさんに指定された時間になります。食堂車に来いって言ってたよな。と言っても食堂車、ま、とりあえずここから出ようか。電車の中で迷うなんてことはないだろう。この扉の先が食堂車みたいだね。入りましょうか。また何か仕掛けがあるとかないよね。わかりません。俺が先に入るから。どちらからでも同じことでは。何言ってる。俺は囚人なんだ。そう。よし。他のチームじゃないか。皆さん無事だったようですね。ビンコは誰かに話しかけてみるか。おお、戦国じゃねえか、フータ。はー、久しぶり。心配してたんだよ。アトラクションとかいうのやらされて死にかけたから。俺たちもアトラクションをやらされてな。ライタは死んではいねえが、今は別の場所で。大怪我なの。包丁で。おい、カグラ、茶化。おーい。まあ、今のところ命は大丈夫だな。そうか。てめえが気にすることじゃねえだろうが、お前はお前でやることがあるんだ。それにな、優勝できるチームは一つだけ。それ以外は刑務所に戻される。ここにはペア以外の仲間はいねえんだ。気を抜くんじゃねえぞ。行きましょう、先。フート、優しいやつだな。わざわざ忠告するんでも、俺は優勝して冤罪を晴らす。そしてリナさんの事件の真相を必ず解明する。いや、戦国だ。春秋戦国。そうでした。いや、俺もあんたたち。失礼ですよ、先。オムロ玄徳さんと明けガラスイザネさんです。よ。どうされました？名前を忘れられていたのが悲しいの。なんかややこしい人だな、戦国さん。イザネさんはちょっと涙腺が弱いところがあり。ところでビン、え、いえ、
我々はずっとこの食堂車で待っているのですが、待ちくたびれましたよ。では我々はここで。ほったらかし。やっぱりな。オムロさんの、明けガラスさんの呼び方が変わって。そうなの？いえ、特には。あの人たちもいろいろあったんでしょうね。ヴィン・ロブ！あなたも！なんヘン！おっと。あ、おい。これは失礼。花香さんのコール&レスポンスの練習に集中していて。ヘン！なんでそんなに鼻息が荒いん？私は心を入れ替えて、花香さんを本当の意味で。私たちの関係はより強固になりましたが、いかに関係性が深くとも、あくまでアイドルとファンで。ヘン！リナさん。あ、はい。ごめんね、リナちゃん。お母さん、わっねえ。ねっ。リナさんもタジタジだな。なんか場違いな感じもするが、この二人も。花香さん、お優しいですね、少女。もうやめてよ、お母さん。そうでしたね。いや、そうでもないのか。あ、お前はバラハバラ紅太郎。明智アランポだ。ディテクティブネームで呼べ。いや、紅太郎だろ。返す返す、失敬なやつだな。君も解決してやろうか。そうですわ、お兄様に詫び。君は小林少女。なぜ妹のディテクティブネームは覚えている？わざとやってるのか？お二人とも無事だったんですね。名探偵明智アランポの手にかかれば、どんな事件も謎にはなりえま。こいつがそんなに冴えてるとは思えないけどな。何？何か言ったか、君！いやいや、あっちへ行け！私は忙しいんだ。だから俺は。戦国さん。さっさと行け！まあまあ、お兄様。天才は凡人にまとわり。こいつらだけは本当に変な奴らだな。ここに呼ばれる理由になって、名探偵というのも、どこまで本当。ところで、いつまでここにいればいいんだ？ゆるキルトレインは走り続けていますし、待つしか。ゆるキル！お？皆様、それぞれがアトラクションに挑んでいただき、まあ、中にはリタイアされた方も。おい、余計な話を。次にその話に触れたら。おお、怖い。ピンコ。俺はヤンキーじゃ。いやいや、フードはヤン。うるせえ。落ち着いてください。ピンコさんのこの調子には。くそ。ピンコさん、かしこまりました。皆様、今日はかなりお疲れ。このゆるキルトレイン、実は寝台列車でして。後ほど皆様のお部屋にご案内しますね。もう半日以上何も食べておりませんからな。もちろん、お食事もご用。こちらをご覧を。おお、なんて豪勢よ。でもまた毒が仕込まれてたり。戦国様、そんなこと。どう考えても悪人ともだろ。ゲームが始まっているわけではありませんから。あ、腹の虫がわめき散らしてる。たっぷりありますから。おお、こんな豪華な飯。早く行こう。大丈夫ですか？リナさん、実はこの何です？これだ。戦国さんの牢屋に差し込まれた。ああ、これを誰が差し込んだのかを知りたい。断定はできないかもしれないけど、この文面通りなら、リナさんは俺が犯人じゃないとは。俺は真犯人を。自分のため。わかりました。あなたを完全に知っても、私だから。私も自分の目で。リナさん、よし。そうと決まれば、俺が真犯人を探していることを気取られないように情報を引き出すんだ。でも真犯人からしたら、すぐに自分を特定し。いや、あんな手紙を渡されたら、俺が真犯人を探すのは当然だから。俺に手紙を差し出したやつは、右往左往する俺を見て楽しんで。探られるのは想定内というわけですね。ああ、だから参加者たちの中に。とにかく始めよう。まずはフータだ。
どうしてですか？俺とフータは確実に俺の左側の牢屋にいたんだ。隣ということですか？いや、隣とは限らないな。声はよく響いていたから。それにそもそも俺は移送船の構造を把握しているわけじゃない。ではとにかく聞いてみるしかなさそうですね。戦国、お、なんだ？あ、いや、気に…おじさん、なんでそんなに髪の毛が…ええふーん、いい宿毛矯正できる美容室教えてあげよっか。いや…あー、そっか。なになに、秘密の相談？いや、ちょっとだけ席を外してほしいんだけど。なんで？私はフータのフィアンセなんだよ。そうなんですか？違う、こいつが勝手に照れちゃって。このてめえはだ。戦国、悪いがアトラクションでいろいろあってな。だからこいつをのとか言って、カグラちゃんと離れたくないだけ。てめえは黙。だが戦国さん、まずは話。そうだね、わかった。フータ、お前は船で牢屋にいた時、俺の独房の左側にいたよ。はあ、それいいから教えて。なんだ急に。廊下側に向かってお前の左側にいたかと。そうだ、確かに俺はお前の左側にいた。間違って。本当のことは言えない。俺は刑務所でアナログゲームをずっとやってたが、ゲームによってはプレイしてるうちに制作者の意図や癖が分かる。このゆるキルランドでも何かこの後のゲームで役に立つ。なるほど。あと知っていたら教えてほしいんだが。ライタか。お前とは喋ってないからわからなかっただろうが、ライタは俺と同じ部屋にいたぞ。そうか。私は戦国さんの独房につながる別室にいたのですが、カグツチさんはどうだったんですか？もうやめてよリナポよ、カグラちゃん。いや、リナさん合わなそうだな。それも聞きたい。カグラちゃん、君は執行人として。そうだよ、なんかずっと待たされて暇っちょだったよ。そうか。クータ、その他に覚えていることはないか？気になった。なんだ、お前はどの牢屋に、悪いがこれ以上は教えられねえ。お前らの手助けになる。このゆるキルゲームで勝つのは俺たちだ。わかった。戦国、詳しく事情を聞くつもりはねえ。だがこのゆるキルランドは想像以上に運営してる奴らの思惑通りになるのも腹が立つ。優勝を譲る気はねえが、何かあったら相談しろ。俺は個人的にお前のことは嫌いじゃねえ。ああ、フータさん、口ぶりは乱暴ですが、根はや本当に心優しい人は話せばわかる。そうだね。でもそのフータとも今後は争わないといけないかも。いや、今はやるべきことに集中しよう。フータさんの時もそうでしたが、個別に囚人に話を聞くのは。次はどのチームに話を聞きますか？そうだな。ちょっといいか？よ、急に話しかけられて。大丈夫です。彼女のことはどうかされましたか？ちょっと話したいと思ってな。それとなく牢屋にいた時のことを聞こうと思ったが、どう、仕方ない。ちょっと事情があって、囚人であるあんたが移送船の独房にいた。どうしてそんなことを知りたいのです？独房にいた時に隣に誰かいたとか。誰か話しているのを聞いたって。ああ、誰かと誰かの間にいたって。そうですね、私が知っているのはそれくらいです。そうか、つまり玄徳は俺とフータの間の牢屋にいたのか。明けガラスの方はどうだ？あんたはよい待ってください。存在な扱いをしたいわけではありませんが、質問に答えるのはこ、私は絶対にこのゆるキルゲームで優勝しなければ。戦国さん、無理に聞いても行きましょう。ありがとうございます。話を切り上げ、あまりしつこくしても
警戒心を強…いや、でも分かったことがないわ。何ですか？ちゃんと囚人は牢屋にいたし、そこから想像…それは分かっていたこと…そうだけど、確認することは大事だ。思い込みで考えちゃいく…何でもいい。少しずつ情報を集めていこう。分かりました。ちょっといいか。うん、岡君、気軽に握手を求めては困ります。無論。いや、そういうつもりじゃ。花香、サインなら N。 花香さん、ファンを大切にする心は必要です。だからそういうのじゃない。本当に用紙があるんだ。聞きたいことがある。俺たち囚人はこのゆるキルランドに来る前、その時に気になったこと。気になったこと特にないかな。リンコちゃんが来て、私たちは感動の再会を果たしたということですな。そう。でもそういえばあなただと思うけど、誰かと不良っぽい人が話しているのは聞いたよ。ああ、俺が一人で騒いでたからと。笑顔で警戒心を解く。それで花香さん、声が反響してたからよくわからなかったけど、右からも左、端っこの牢屋ではないと思うな。おお、花香さん、えへん、伊達に色欲に立てたかな。ありがとう。そうだ、もしよかったら一曲歌ってあげようか。ぬはー。いやいいよ、それはまたここを出てからで。ここを出て…花香さん、そうだね、ここを出たら私何が何でも復帰してと。その息ですよ。あーウィおい、皆さんがこっと少女に…私アイドルに自分の全部をかけてるから。そうです、そうです。かんな、花香さんはトップ。リナさん、はい。少しでも二人はどこか清々しい。そうだね、正直一輪花香はトップアイドルになろうとしてるやつが反…どうでしょうか。俺は冤罪で刑務所…もしかして他…いや、今余計なことを考えている場合じゃない。どうしました？アランポと小林少女の姿が見当たらないんだ。トイレにでも行ってるのか？仕方ないです。これで一通り話は聞け。結局アランポさんたちはも…あ、のぞき魔チーム。うん、あ、ちょっと待ってくれ。ゆうるきる、皆様お食事は済みましたね。無事にお腹ぷー。じゃあ別の車両に、チームごとに。おい、ちょっと待ってくれ。ダメ、無理です。もう進行が押して。戦国さん、ここは言うことを聞いておきまし、話を聞くチャンスはきっとまたあります。あ、はい。ここが寝室か。刑務所よりはマシだな。リナさん、俺と同室で最悪だと思っているだろうが、こんな状況で贅沢は言いません。とても疲れました。シャワー…な、そうだね。あー、シャワー最高。刑務所だと風呂も自由に入れないし、一人でゆっくりできるだけ…なあ、リナさん。寝たか。リナさん、今日は俺も早く寝よう。明日は…起きて、起きてください。ん、いつまで眠っているんですか？あ、リナさん、うん、先ほどからずっと放送でベルのような音が聞こえます。ベル？あ、本当だ。わかりません、火災などではないと。ああ、皆様、聞こえていますか？ピンコ、大丈夫そうですね。ただいまより次の、わあ、どん、
技が始まるのか。こんな今回のアトラクションで勝ち抜けるのは2チームです。つまりその他の3チームは脱落ですね。皆様との別れはリンコもちょっと寂しいです。いきなり5チーム中の3チームもここで脱落するのか。残るのが2チームなら決勝戦に進むチームが決まると。そうだと思う。でも仙石さんの言う真犯人も脱落してしまう可能性が。そうだね。でも真犯人を突き止めたとしても優勝できなければ俺に冤罪を晴らすチャンスは与えられない。それに優勝できればリナさんはゆるキルランドが。そうすればリナさんはここに来た。も今ここで勝つことに専念しよう。よし、絶対に勝つぞ。ビンビン来ますね。それではタイトルコール。ゆるキルトレイン多発殺人事件。多発殺人事件、物騒な響きだな。それではルール説明。以上です。事件はこのゆるキルトレインのいろんなところで起きています。サクサクっと事件を解決していってくださいね。おっと、念のため。あと殺人事件といっても死体は人形ですから怖がらなくて結構です。それではどうも。もう始まっ…詰まるところ、このアトラクションは悠長にしている暇はない。事件が全部で何個あるかは言われませんでした。もしかしたら数が少ないかも。他のチームはすぐに動き出しているはずだ。まずは事件を見つけよう。あれは…隣の車両に映る扉の前に…話してみるか。あ、戦国様にリナ様。お前はなんでここに立って。ああ、そ、この車両は各部屋に事件を用意しておりますから、中に入って事件の真相どれか一つでも答えが分かったら、ビン正解したら第2ステージとなる隣。なんでそんな重要。他チームはすでに始めているようです。とにかくこの車両の部屋を。行きましょう。どの部屋に行こうか。あれ、なんだこの部屋。これを見てください。ケース、クローズド。確かすでに事件を解決してるチームがいるのか。部屋に入った瞬間に解くくらいの速さだったということでしょうか。うかうかしてられない。他の部屋を当たろう。この部屋は誰。よし、きっとまだ血が流れてるようだが、どうせ。はい、あれ、髪が落ちている。本当だ。私はどうやって殺されるか。リンコさんは真相を解。これは殺害。とにかく部屋の中から殺害方法の手。まずは目の前のこの死体は血を流している。だとしたら外傷がついていそうだが、特に衣服などに乱れた様子はありません。頭に傷の…リナさん、ちょっと刺激が強いから。そうです。傷のところが…何かで殴られているように見える。撲殺と考えていいはずだ。ん？ど…この傷、よく見ると狐の顔みたいな形をしてるんだ。それはどういう意味でしょうか。わからない。きっとビンコやっても。これはどうしてですか。殺害するためには凶器が必要だ。つまり狐では狐の傷跡がつけられて
そういうことだ。早速調べよう。犯行ってもしかして、やっぱり狐の形だ。つまり犯人はこのハンコを使って。どうやってハンコで撲殺するのです？冗談だって。ボールです。さすがにボールじゃ傷はの。これ電動ドライバーですか？先は尖ってるし、ドリルみたいなよ。でもこれで狐の傷跡を。凶器ではないということでしょうか？そう考えるのが自然。でもこれは工具凶器と関係があるのか？包丁ですか？凶器にはなりそうです。いや、死体を見ると頭部が少し陥没していた。では凶器。そう考えるのが自然。クッション。見てくれリナさん、ここに傷は。どうやってクッションで撲殺する。冗談だって。くそ、凶器は。どあらかた探し終わりましたが、それらしきものは見当たりませんね。もしかしてこの部屋に直接、部屋ごとに事件が用意されているなら、この部屋に凶器がある。この後はどうし、どうする。この部屋を出て他の部屋に行くか。いや、まだも。私はゲームの類はやったことがなくても、この湯分かりにくく作っていることも見えているけど、私たちが気づいていないだけ。おう、どうする。この部屋を出て他の部屋に行くか。一旦この部屋を出よう。わからないことを考え続けても。仙石さんがそう言うなら私は構いません。リナさん、少しは俺のことを信用してくれているみたいだな。よし、こ、どうしました？これ部屋のドアノブ。模様がありますね。あ、狐のマーク。そうか、凶器を用意するために必要なものは。凶器を用意するために必要なものは、この電動ド。電動ドライバーは凶器では。これは直接。凶器はドアノブなんだ。ドアノブが凶器。そうだ、この電動ドライバーでドアノブを取り外して、それで殴って殺害したんだ。間違いなくこの部屋にあるもの。だが手に持てるものから凶器を探そうとしたら見つかるはずがない。そこ意地の悪い運営の奴らが考えそうなことだ。ではビンコのところに行こう。おお、先事件の謎。おお、ではどうぞ。なんでメガホンを持ってるんだ？本当に野暮な人ですね。こういう時の大き戦国さん。ピンポンピンポーン。正解したお二人は、ああ、ちなみにお二人が一番遅いですから、頑張っ。何？はい。ここが第二ステージか。第一ステージと同じで、客。こちらは第二。いずれかの部屋に入って、事件の真相を。なお、部屋の数は三。さっきとやることは同じだが。部屋が3つだと。つまり第2ステージを超えられるのは。とにかく急ぐ。の部屋に行く。わかったぞ。
さすがですわ、お兄様。このゆるキルトレインは同じ場所を回るように設計されている。さっき窓で見た光景をどこかで見たと思っていたのだ。お兄様、それでこの部屋の事件とどういう関係が？それは今から考える。あいつらいつもの調子。ん？凶悪犯ではないか。何をしに来た？ああ、先着順とは言われてないだろ。お兄様、きっとお兄様が真相に近づいているか。なんだ、言いがかりだよ。というかそういうルールなんだから。認めたな、これ以上罪。さあ、いやいや、おい、押すなよ。ああ、暴力ですわ。いや、お前が押すからよろけて当たっちゃっただけで。うわあ、私に頭脳ではかなわないと悟り、ワンルール違反、ルール違反です。おいおい、待てよ。この部屋はやめておいた方が。ルール違反、ルール違反。わかったよ、出ていくよ。小林少女、名探偵明智アランポに恐れをなして今日は。おにな、さあ次はどの部屋に行く。くそ、全然わからねえ。ちょっとフーター、早く。よイザネさん、いつまでも泣いていないで。あのフータの双子殺人チームとこの部屋の事件を解きます。いや、部屋は3つある。チームは全部で他を当たろう。わかりました。次はどの部屋。あれは、お母さん、ストーカー殺人。あら、でも残念、ここは私たちがね、おか。その通りです。部屋を変えますか。いや、俺たちは出遅れているから、他のチームに比べれば。わかりました。事件の荒ましをご説。ビンコの声だ。そこのスピーカーから流。ここは食事をするための。僕が朝食を準備するために入った。立ち尽くすウェイトレスと殺害されている掃除人がいました。明らかにウェイトレスが犯人です。自分を犯人扱いするなら、ショックは困り果てました。探偵のあなた、また殺人が。確かに奥にしたい。時間がもったいない。まずは人形からですね。死体の凶器を当てるのは第一ステージと同じだ。首筋が縄みたいな形で赤くなっている。他には変わった点はありません。単純に考えれば考察か。でも縄というにも跡がちょっと太い気がし。うん、でもまだ凶器にどう関係し。とにかく周囲を調べ。ナイフ。凶器としては分かりやすい。コーヒーカップが落ちていますね。これが死因につながる。輪ゴムの箱があります。輪ゴム？椅子が倒れています。撲殺ならこれを使った可能性もあるけど。殺せなくはないけど、そもそも自殺じゃないしな。テーブルの上にランプが倒れていますね。死因に絞りが散らばってるな。何か意味があるのでしょうか。ただ散ら妙におしぼりが多いな。何かを拭き取ったとか。でもおしぼりは切れ。
や、さすがに多い。異様だ。死因に関係がありますか？でも、おしぼりで人の首は絞められないよな。はい、どうも。ビンコ、正解が分かったチームは挙手してくだ。早くしな。でも回答は1チームにつき一度だけ。私たちも急ぎました。あらかたこの部屋の中を調べよう。きっと凶器を突き止めるために必要なものは。でも直接的に犯行につながりそうなものは何かを組み合わせれば凶器ができるのか。凶器がないということは作ったものを分解した可能性もある。人形に残った跡を作るために必要なものを考えると。あるおしぼりをこれと組み合わせると。どういう凶器になるんですか？ごめん、これだけおしぼりが転がってるのも引っかかる。わかりません。戦国様。それでは戦国様。わかった。死体の首に残った跡を見れば考察であることは推察できる。だがこの部屋を見ても凶器に使えそうな縄状のものはなから、凶器を分解することで隠したという可能性が出てくる。凶器を分解したと仮定すれば、逆に縄状のものを作るために必要なのは輪ゴムとおしぼりだ。輪ゴムとおし…あ、おしぼりが連なるように輪ゴムで止めていけばいい。でも、おしぼりを輪ゴムで止めても人の首を絞めるくらい引っ張ったら取れてしまうのではないですか？いや、実際に試した方がわかりやすいな。リナさん、おしぼりを2枚持ってくれ。はい。次に、おしぼり同士を2センチくらい重ねてくしゃっと折りたたって。きました。じゃあ俺がおしぼりを両端から思いっきり引っ張る。へっ、にゅー、抜けない。そんなに力を。見ただろう。不思議です。おしぼりみたいにゴワゴワした布は濡れた状態だと摩擦が強くなって、そうやすやすとは抜く。あとは簡単だ。手で握る代わりに輪ゴムを使っておしぼりを重ねて、ロープがないのに縄状のものが作れる。ピンポンピンポン。この部屋を突破したのは大量殺人チーム。すみません。まだ2部屋あります。戻る解答されて。そっかでは大量殺人チームのお二人は。ではビンコメは。なんとかクリアできたな。次の車両に行きましょう。次の車両が第3ステージだな。